はい、久保さん、こんばんは。気になる男、第150話ですね。第150話です。今回も、超短縮版で お送りさせていただきます。149話で稼ぎの極意というお話ししていただいたんですけど、ありがとうが形に変わる瞬間っていう、ちょっと自分の体験のお話を思い出したんでしようかなと思うんですけど、その商品販売してて、すごく、お求めやすいというか、すごく安い、300円とかそういうような商品をサポートして、売ってたんですけど、売って、で、サポートしてた時があったんですけど、そのサポートしてるときに、お世話になったということで、その、入金しときましたよって言われたんですよね。タカさんの口座に入金しときましたんでっていう。っていう あ、そうなんですか、みたいな。本当にありがとうございますっていう感じだったんですけど、っていうのは結構何回もあったんですね。1回だけじゃなくて、3回ぐらいかな。1回、2回。あともう1回はそのなんだっけ、Amazon ギフト券かな。Amazon ギフト券いただいて、その、こすったら、多分使えるみたいな。その ID が特有なのかな。そういうのはありがたいなと思ってて。で、すごく自分にとっては不思議だったんですけど、ともかく、ありがたい。っていうところしか、なかったんですけど、これその、やってて、こうやってやってて分かったのが、その会社でもらう給料っていうのとお金の価値が全く違うなって思ってて、その1000円、会社からもらう1000円と給料として入ってくる1000円、要は給料の一部の何パーセントの1000円なのか、お客さんが直接ね、1000円を振り込んでいていた、入金していただいたっていう、ことのこの1000円の重みっていうのが全く違うなと思ってて、こういうのがすごくお金の価値を自分の中でこう少しずつ変わっていってる瞬間かなと思って、また同じこと書いちゃってるんですけどね。会社でもらう給料と全く価値が異なると、会社員だとお金のありがたみが分かんないなと思ってて、当たり前に30万とか、月末に入ってくるんで、普通に過ごしてたら30万、過ごしてたらってあれですけど、普通がその30万とか40万がベースだから、これがこと副業っていう形で自分でお金稼ごうすると同じように稼げると思ったらそんなことはないっていうね そういうところがすごく分かりやすいというか、やってて身にしみるっていうところがありますね。はい、そんなことを思いつきましたとか、そういうことがあって、稼ぎの極意ということで、やっぱりお金を稼ぐ、自分でお金を稼ぐっていうのは大変なんだよと。ただその大変だからこそ、やりがいはあるし、やる意味というか、何て言うんですかね。いや、人生でその、やってなかったら多分気づかない、永遠に気づかなかったことっていうのが、あるなっていう、そういうところも含んで、もうちょっとね、頑張っていきたいなというか、経験を多く積みたいなっていうところですね。やっぱり、やったことないところもいろいろあるので、そこに対して少しずつ少しずつ何回も何回も経験積むことによって、いろんなことができるようになると思うし、今の自分が、それが自分の力量でありますので、そこからどうやって伸ばしていけるのかとか、そういうのも考えたりして、日々、
やってみて経験なのかなと、と思ったりもします。はい、本当に毎日毎日なんかいろんな勉強させてもらってます。まあ、会社員よりもすごくいろんな学びだったり、まあ、いろんな経験をしてるなっていうのは最近思いました。はい、ということで気になる男150、ちょうど150ですね。キリがいいです、キリがいいです。何のキリがいいか分からないですけど、はい、ということで今回も短縮版といつなんかベラベラ喋ってたような気がしないでもないですけど、あ、そう、スライドが少なかったつもりなんですけどね、スライドが。はい、ということで、ありがとうございました。気になる男150はお送りしました。久保さん、次回もよろしくお願いします。それでは。